ということなんですけど、どうもこんばんは。今日も、とあるバンドではなく、今日はユニットの方を紹介していこうと思います。で、まあサムネだけでは多分わからないと、僕は思います。まあその理由は、普段より、モザイクの強度を上げております。まあそうじゃないとすぐバレちゃうんですよ。で、ド素人の2名なんで、2人です。ツインボーカルです。まあなんか、交互に歌ってました。で、前回のマシンより知名度はないと僕は思っております。で、今でも、まあ、CD 持たれてる方いるかどうかわかんないんですけど、まあ、ライブには多分行かれたことないと思いますよ。まあ、絶対ではないと思いますけど、まあ、行ったことないんじゃないですか。まあ、その理由っていうのは、バンドとしてというかユニットとして、まあ、活動期間が96年から7年。ここも曖昧だったんですけど、96年から2000年ですね。2000年で、解散しております。約3年間か4年間の間に、赤坂ブリッツ。確か97年に赤坂ブリッツで、ライブ1本だけです。じゃあ他何してたのかって言われますと、まあ、CD ですね。まあ、CD の方が、シングルが3枚。で、ミニアルバムが2枚。で、フルアルバムが、2枚、合計7枚ですね。で、あとは主に、テレビ出演ですね。そんなユニットですよ。まあ、昨日に引き続き、まあ、ペニシリンって来てるわけじゃない、ペニシリンマシンって来てるわけじゃないですか。で、ここ最近ね、皆さんの愛するルナシーさんのおかげで、まあ、新しい視聴者の方増えてると思うんで、まあ、これメジャーなんですよ。メジャーなユニットだと思います。なので、そんな感じです。まあ、名前聞けば、まあ、わかる方もいらっしゃると思います。で、早速、まあ、紹介していきたいんですけど、まあ、その前になんですけど、YouTube の方で、こちらご覧ください。これ上がってるんですよね、これ。これ、外国の方だと思うんですけど、これ、チャンネル名これですね。これ、ちょっと出せないんですけど、曲は。曲は出せないんですけど、これですね。In Future とガッチーの True Blue。これ26日、27日の、日本武道館の、ルナシのライブですね。まさかこれをね、もうアップしてる方がね、いるとは僕は思ってませんでした。で、この方ですね。もう一度、これ。チャンネル名これになります。なので、興味ある方は、これ In Future とガッチーの True Blue しか上がってないんですけどね、ご覧くださいっていうことで、あとは、皆さんのコメントで、まあ、ルナシーね、ライブ最高でしたみたいなね、ルナシー復活、川本隆一復活したよみたいなね、そういうコメント多かったんですけど、本当に思ってます？僕本当に思ってないと思うんですよね。その理由っていうのは、僕In Future だけですよ。まあ1曲だけなんですけど、隆一さん苦しそうじゃないですか。僕無理してんじゃないかなと、僕は思いました。で、このガッチーの True Blue なんですけど、どうなんですかね、これライブ行かれた方は最高とかね、そういうコメントあったと思うんですけど、僕もっと上手くできたんじゃないかと思いました。まあその理由っていうのは、だってプロのミュージシャンがなんか数ヶ月ね、付きっきりでなんか教えてたわけじゃないですか。なので、もっと上手いというかね、そんな感じですね。で、僕思うんですけど、今までルナシーのね、まあ動画を上げて人の髪がどうのこうのとかね、そういうのをね、何人か書かれてたと思うんですけど、まあ、僕言いたいのは、この映像を見て、イノランさんがなんか髪シルバーが、なんか金にしてました。で、龍一さんが、白メッシュですね。なんかメッシュがね、何本か入ってたんで、まあ、この動画ご覧になれた方は、ルナシーのね、動画上げてる方に、お前いい歳してさ、髪染めてんじゃねえよみたいなね。お前何チャラチャラしてんだよみたいなね。そういう書き込みね、ぜひお願いします。はい、ということで、ここからはね、今日紹介する、ユニットの、お話をしようと思います。で、まあ何でしょうって言ってもまあわからないと思うんですけど、まあ90年代ですね、まあ、96年7年に、結成した、ユニットになります。まず読んでわかるのかな、メンバー行くか、じゃあ読みますか。読みます、この歴史というか。1997年に、結成されたこのユニットは、VK ロックバンド、ペニシリンが、まだインディーズだった頃から、レギュラー出演していた、ペニシリンショックというテレビ番組がきっかけでできたユニット。はい、そういうことなんですよ。808と808になります。でユニット名は、シンセサイザーから、そのまま頂戴したものですが、808は、安道の矢、
ゼロは、大二郎の、王を、表していて、さらに安みっちゃんの誕生日が、8月8日というまさに2人に、ぴったりのネーミングなのですということで、まあ、ペニシリンの大二郎はね分かる方多いと思うんですけど、もしかすると安みっちゃんって誰みたいなね、そういう方いらっしゃると思います。僕の動画の1ヶ月ぐらいでしたっけ、あのスリープマイディアっていうバンドがあるんですね。5人組のバンドがありまして、誰でしたっけ、ベースですね、ベースの、安みっちゃんというか安みちなんですね、安みちの、ユニットですね、そのベースの安みち と、ペニシリンのドラムの、ユニットになります。どうですか皆さん、持ってないですよね、持ってないと思いますよ、こんなバンド。バンドというかユニット。もうクソダセーだから。もうテレビにね、出てる YouTube あったんですよ。何曲かあったんですけど、なんだこいつらと思って。もう衣装もダメですよね。衣装もダセーし、曲もダセーは歌下手ですが、もうどうしようもない、まあ、ユニットだと思います。で、メンバーなんですけど、こちらですね。二人です。大二郎と、安みっちゃんです。なんで安みっちゃんなんですかね。安みじゃダメだったんですかね。まあ、そこちょっとわかんないんですけど、この二人です。で、シングルは、まあ、先ほど、この3枚ですね。40日ボンバー、スター誕生、コントロールってね。で、次、アルバムでしたっけ？はい、ミニアルバムと、フルアルバム。そうですね。ミニアルバムが、ヤオアイズ、カミングトゥータウン、ジョヤの、これ金じゃないんですよね。ジョヤの金っていうらしいですよ。で、フルアルバムが、タコと、下のはわかんないです。オプティ、ミゼルとか、ミザーとか、そんな感じなんですかね。以上の、7枚が、まあ、八百屋の、作品になります。どうでしたかってことなんですけど、どこでもいいですよね。これ絶対皆さんわかんないと思いますよ。わかんないというか、今でも聞いてる人多分いないですよね。僕いないと思う。まあ何、ね、このおすすめ何っていう方は、まあ僕は聞きましたけど、全くいいと思わなかったです。まあできれば、スリープマイディアっていうバンドをね、まあ知らない方いらっしゃると思うんですけど、まあそちらのバンドの方がね、もしかするといいんじゃないかと、思います。はい、ということで、今日は、八百屋っていうね、まあどうでもいいユニットを、紹介してみました。皆さん今日も、動画をご覧いただきでいきたいんですけど、紹介します。まあコメント紹介しようと思います。まあこれ昨日ですね、こちらです。自分もミュージシャン、成功できなかった、妬みだろってことなんですけど、これもちろん、オワコンバンドっていうね、タイトルの動画のコメント欄に現れました。自分もミュージシャン、成功できなかったらね、ルナシーをね、なんか今でもね、ついてるみたいなね、そんな感じだと思います。これなんて返します皆さん。これなんて返します、僕返しますよ。僕返しました。これ多分わかんないと思いますけど、僕はこう返しました。はい、当時お金がなく、ライブハウスを借りることができず、ストリートミュージシャンで活動してました。ちなみにパートはマラカスですと、僕はこのようにね、返信しました。で、この方からの、返信待ちっていうね、ことになります。で、他にもあるんですけど、まあコメントが似てるんで、メルカリ行きますか。こちらをご覧ください。復活祭の T シャツで、これ1枚だと思います。価格17,100円です。で、まあ、この方、まあ、名前出さないですよ。名前出さないんですけど、もしかすると、転売の可能性が、僕はあると思います。まあ、その理由はこちらをどうぞ。こんな感じなんですよね。この人の、まあ、出品されてる商品が、ほとんど、まあ、この 2days、まあ、日本武道館の、グッズになります。で、中には売れてるもの、売れてないものってあるんですけど、まだありますよ。高くないですか？これ価格が。5,500 円なんですよね。で、まだ、はい、4,500 円と。まあ、これ以外にもあるんですけど、金額どうなんですかね？この人が本当にね、ライブに行ってね、これだけの商品を、これ700円のなんかガチャみたいなやつですよね。それを購入して、こんなまあ、ね、龍一さんが何、4つとか5つとか被ってるみたいな。本当？本当にいいと思ったんですけど、まあ疑わしいんじゃないかと、僕は思います。僕どっちでもいいんですけどね。ただ、これ発信元が茨城か栃木だったと思います。なので、別に商品がね、これ何か細工してるとかさ、偽物じゃないと思うんで、まあ気になる方は、ご購入くださいっていうことで、あ、言うの忘れたんですけど、先ほどの、まあインフューチャーの、まあライブ映像見て思ったんですけど、じゃ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 、杉沢ってなかったじゃないですか。で、なんでと思ったんですけど、
コロナ禍だからですね、あれマスクしてなんか拍手だけみたいな感じなんですよね。歓声も何もなく拍手でみんなシーンとしてね、みんな拍手してたんで、あ、そういうことかと思って、これツイッターでも見かけました。なんかさ、私、ルナシー20年追いかけてますみたいなさ、そういうなんか書き込みみたいなのあったんですよ。で、ファンが喋るとギャ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 ってね騒ぎ出すみたいなね、なんか口うるさいババアが、なんか数名いましたみたいなね、そういうマナーの悪いファンは、どっか行ってくださいみたいなね、そういう書き込みが、まあ、いくつかありました。まあ出さないですよ、出さないんですけど、難しいですよね、このビジュアル系のねファンの中で、私もファンです、私は、20年、町田プレイハウスからルナシー知ってます、あなたはいつから知ってんのみたいなね、僕言ってるじゃないですか、日本人ってゴミだからプライド高いんですよね。はい、ということでね、はい、皆さんはどう思ったかわかんないんですけど、ね、SNS のプロフィールに僕で言いますと、動画クリエイターとかね、YouTuber ですとかね、そういう稼いでますとかね、金出してるやつは信用しない方がいいと思います。はい、ということで、今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。